ティキタカは、サッカーのプレイスタイルの一つである。スペインの FC バルセロナが創始し、サッカースペイン代表を率いたルイス・アラゴネスと、ビセンテデル・ボスケも用いていると言われている。2010FIFA ワールドカップのスペイン・スイス戦において、スペイン代表がティキタカを用いて、ボールを保持する、様子ス,スペインのサッカー中継において、 実況を担当したアンドレス・モンテス・ガラ・セクスタが中継した 2006FIFA ワールドカップにおいて使用したことで一般的な言葉として普及したと言われているがスペインのサッカーにおいてはそれ以前より日常的に用いられていたとされておりおそらくハビエル・クレメンテが最初に使用したのではないかと言われている 2006FIFA ワールドカップのスペイン対チュニジア戦においてモンテスは スペイン代表が正確でエレガントなパスを回すスタイルについて、エスタモストーカンドティッキー、タッサティッキータッサと発言した。このフレーズの起源はおそらくボールをワンタッチプレーで回し、選手間でボールが行き来する様子を犠牲語で表した。もしくは、スペインで発売されたアメリカンクラッカーの名前、ティッキータカから取ったものだと言われている。 ヨハンクライフが FC バルセロナの指揮を取った1988から1996年の間に後のティキタカの元となるプレースタイルが作られ公認を務めたルイ・ファン・ハールとフランク・ライカールトが発展させこのスタイルがスペインリーグの他のチームにも広まっていったそしてグアル・ディオラがバルセロナの指揮を取った2008年から2012年の間に シャビエル・ナンデス、アンドレス・イニエスタ、セスク・ファブレガス、リオネル・メッシなどの肉体的な強さはないがボールを扱う技術に長けた選手たちにより、さらに発展したものとなった。ティキタカを用いた場合、選手たちは選手間で複数のパスコースを確保しながら、パスを回し、ゴールへの道筋を作る。ドイツのスポーツ記者。 ラファエル・ホニクシュタインは2010フィファワールドカップにおいてスペイン代表がティキタカを用いてプレーしている様を見て2006フィファワールドカップのスペインの選手はフィジカル面で優れていない分代わりにボールを一方的に支配することに重きを置いている様子から4年の歳月を経てよりボール保持に特化した戦術へと進化したと表現した 選手たちは互いに同じアイデアを共有している。ボールを保持し、オフザボールの動きで相手にとって危険なスペースに入り込む。シャビアロンソティキタカは、ショートパスをつなぎ、複数のパスコースを確保しつつ、オフザボールにおける選手の動きによって、ゴールへの道筋を作るプレイスタイルと形容される。このスタイルは、複数のパスコースを作りながら、ショートパスをつなぐ点と、 辛抱強くパスを回し、保持したボールを失わないようにする点に集約される。ミッドフィールダーの選手たちは、ワンタッチパスを用いながら鋭いパス交換と、ポジションチェンジを頻繁に行い、ボールをゴールへと動かしていく。ティキタカは、ボール支配率を大幅に高め、常にボールを保持している状態に近づけることで、攻守の切り替えにより、 選手が自陣へと戻る負担を減らしている点で、攻守一体の戦術と呼ぶことができる。しかし、ゴールに直結するようなロングボールよりも、確実につなぐショートパスを優先するために、守備に重きを置き、パスコースを消してくるような相手には、効果的でない場合もある。ありがとうございます。